どうもこんにちは。電子工作の続きを今日もやっていきます。今日はですね、こちらの、液晶 OLED の方にこれか今温度が出てるんですけども、ここにですね、気圧のデータと湿度のデータを、出したいというのをやっていきます。こう切り替えて切り替えで出るような形にしていこうと思います。はい、ではやっていきます。で、それにあたって、カレントプレッシャーとかも作んなきゃいけなくなっちゃうんで、なんか似たような処理なんで、ちょっとここを変えます。バリューズ、バリューかで、ダブル型の、バリューズをもらって、こいつのインデックスを返すような形に変えます。で、カレント、バリューでテンパーチャーズですね、これ、はい、こんな感じに変えておきます。はい、でですね、画面の切り替えをするんですが、その前に、決めなきゃいけないことが1個あって、これですね、それぞれの上限値下限値を決めてあげる必要があります。これは、画面に出すときに一番上が上限値で、一番下が下限値っていう形で、画面は128ピクセルあるんですけど、0ピクセル目が、温度でいうと 何度、一番下の128ピクセル目が温度でいうと何度っていうのは、その対応付けが必要になるので、そちらの設定ですね。で、温度の方はマックス50度で、一番下が0度にしてます。これまあいいか。はい、で、あと2つですね。よいしょ。テンパーちゃん、これ。で、アッパーケース。はい。で、湿度は、まあ、どうなんで、0100にしておきます。で、プレッシャーですね。プレッシャーは、大気圧なんですよね。大気圧がさっき調べたんだけど、はい、プレッシャーが、はい、1013.25 ヘクトパスカルなんで、まあ、1013を中心に、いい感じの値を取れるような形に変えます。1013ですね。どうしようかな。プラスの20くらいあればいいのかな、まあ、25くらいずつ取っておきましょう。はい、これでいいかな。はい、一応計算上なんか狂っちゃうとあれなんで、カッコつけておきます。はい、まあ、こうしておきます。はい、ではで、切り替えなんですが、関数ポインターを使います。前回も別の動画で使ったことがあるんですが、その前回やった、これですね。ここで関数を渡してこいつを呼ばれるっていうこの仕組みを使います。で、これはこれですね、コールバック T なんで、こいつ、はい、こう書いてあげるとなんと呼び出せるということになってるので、これを作ります。よいしょと。で、タイプデフでこんな感じで、ボイド型で、もあの引数もボイドだと。で、ここが名前になるので、ディスプレイシーンとかにしておきます。で、ディスプレイシーンのシーンを作っておいて、このシーンを切り替える形で作りましょう。で、ここでこんな感じで呼ぶのかな。はい、で、ここの処理を、このシーンの中に書いていく形です。で、じゃあ書いていこうかな。ここでいいか。ボイド型で、ディスプレイ、テンパーチャーって感じで、こうですね。
はい、ね、はい、テンパーチャーで、はい、これでいいと。でこれはこれで OK かな。はい、で次もう一個作ります。あとはこれを量産していくだけですね。湿度を出すやつを別に作ります。はい、湿度ですと。で湿度はこれを有効にしてあげればいいと。で00の位置、同じ位置に出したいです。で、あっと、ちょっと待った、これを代わりに呼んでほしいので、こうですね。で00で、テンパーチャーズの代わりに、どこいった、これですね、ヒメティティーズ、はい、これを呼ぶようにしてあげます。はい、で、あ、これか、マックス、ミンを見てないのでミンを見るように変えましょう。割るのはマックス引くミンをやってあげた結果で割れば、1、湿度が1変わった時に、スクリーン上何ピクセル動かさなきゃいけないかっていうのがこの M に入るので、それを実際の値にかけてあげて出せばいいと。でかけるときに、ミンを引いてあげると、例えば20、あの温度でいうと20度が一番下だったら20を引いてあげて0にしてあげて、そこからかけてあげると、まあ一番下が下にひっつくというような形ですね。はい、でこれは V にしとこう、汎用的な感じで。はい、でこれでいいかな。はい、これで出るはずと。はい、よしと。で温度の方も同じような形で直しておきましょう。これは多分温度が0度だから省略しちゃったんだと思うんですけど、マックス引くミンですね。で引くことのミン、はい、であと1個ですね、同じようなのを作ります。よいしょ、ディスプレイのプレッシャーですね。はい、プレッシャーで、プレッシャーズ、プレッシャーズを出すんだけど、ヘクトパスカルと出したくて、でこうかな。はい、でプレッシャーのマックスミンかで、こっちもミンと。あれ、大丈夫かな？大丈夫かな？はい、これでいいはず。で、ディスプレイテンパーチャーとかを切り替える処理を書きますけど、シーンズというので、配列を作って、ここに入れといてあげます。切り替えるやつですね。で、切り替える順番はこの順番に切り替わるので、もし切り替えたければここの順番を変えてあげればいいと。で温度湿度大気圧の順に出るような形にしといてあげます。であとこのシーンズにを切り替えていくだけですね。シーンズの中を見て、で中を見て切り替えるところは、ループのここですね。一旦コレクトしたら1秒ごとに切り替えるように、あ1秒じゃないか、1秒ごとに切り替えるようにするにはシーンイコールシーンズの、カレントインデックス
パーセント3ですね。はい、これで1秒ごとにてか、まあ、ここが呼ばれるごとに切り替わるんですけど、ちょっと早い気がするので、ここで割る3とかやると3秒ごとに切り替わってくれるはず。はい、でシーンが呼ばれると。はい、これでいいんじゃないかと思いますんで実行してみます。よいしょ。はい、無事に動きました。でこんな感じですね。いるか。はい、ということで、無事に動きました。はい、次回は、この室温度の取ってる収集値ですね、収集値を取る API を作りたいと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。